高さん、ここはどういう施設ですか？はい、ここはですね、マモコドの里という名前をつけてまして、農地を作ってます。大土の、はい、ローソンのところからだーっと仮設をいくつも抜けて、はい、山の川沿いに来た山の奥に今来てますね。山の奥です、はいはい、もうすぐそこにも仮設があるんですけども、はいはい、そういった方々がここに出てきて、はい、で一緒にちょっとボランティアもするし、僕らと一緒になって農地を作りながら、今後のじゃあ大土の地域で作っていくかということを考えていけるような、ちょっと歩きましょうか。はい、今そこに植わってるのは何ですか？これはキャベツとか、うん、を植えてるんですけれども、で松林があって、はい、なんか小道ができて、はい、あそこは何なんですか？あそこはですね、ウッドデッキを作って憩える場所というか、あとはまあいろいろ農具とかを入れておく場所になります。なるほど。これは緊急雇用対策になんかつながってるんでしたっけ？ここに地元の方々と、はい、あとは、僕らみたいな外部から来た支援する人間が一緒になって、はい、大土の人たちと外部から来た、はいはい、で、ここを一緒になって、うん、作り上げていくことで、はいはいはい、地域づくりが一つの一環でなんか、やっていこうかなと。なるほど。それはいつからスタートするんですか？もうスタートしてる？ですね、まだして、1月から、はい、スタートします。で1月からスタートするのに、はい、こんだけできてるのは、はい、これはもうみんなの全員でできてるんですか？これもう全部ボランティアですね全部ボランティアです。すごいできちゃってるじゃないですか、ね、素晴らしいね。なんかここで作られた、みんなで作った野菜、はい、それは野菜そのものを売るんですか？ お弁当屋さんを作ってまして、はい、というかそのお弁当の中に入れていこうかなと思います。被災者の方たちも食べたり、はい、復興支援に来ている人たちが食べるお弁当の中身がここで作られる、はい、まあ、まさに地産地消。ええ、それをやっていければなと。すごい。本当にでも今まではボランティアベースでそれを考えて、うん、そういう感じがいいんじゃないのかなって今まで考えてたんですけれども、うん、もっとそれを本当にじゃあこの地域でそれがちゃんと回るようには、うん、していかなきゃいけないなっていう課題はありますね。なるほどね。大土という町はすごくこの町自体で、まあ、昔から割と完結している、うん、本当そうなんですね。第一次産業とそれを支えるサービス業があるという、なんかそんな町みたいですね。海の幸も山の幸も、うん、そういう里の幸も取れる場所なんですよね。大土に限らず三陸の方ってそういうところで。高橋さんは、東京でお仕事をされてましたよね。で神田で ある企業にお勤めで、はいはい、気の済むまで行ってこいって言われたとさっきお聞きしたんですけど、はい、東京のその生活と住まいと、こちらのその地産地消っていうところと、はい、もちろん、一長一短、うん、どちらもあると思うんですけど、今どんなお気持ちですか？なんか新しいそういう地産地消の作っていくモデルをここで作っていけるんじゃないのかなっていう。なるほどね。真心の里は僕の一言の印象、おしゃれ。おしゃれ。重要だと思うんですよ。我慢した地産地消とか、我慢したエコとかではなくて、やっぱり可愛くてかっこよくておしゃれなライフスタイルがあった上で、地元のものを地元でめでるっていうですね、うん、そういうことがなんかここを見た瞬間に僕はちょっとポーンと感じたんですよね、うん、ボランティアがやってるからアイデアフルになってるんじゃないですか？うん、そうですね。真心の里を期待してます。頑張ってください。はい、これからも、はい、やっていくのでよろしくお願いします。